皆様お疲れ様です。弊社の商品をご紹介させていただく新入社員のヤブです。今回の商品はこちら。工業地帯シリーズはこれまでに貯蔵タンク、蒸留棟、煙突、生成炉が出ております。今回はこの工業地帯 B 生成炉を見ていきたいと思います。早速見ていきましょう。まずこちらがパッケージですね、はい、おランナー見て気づきませんか、なんか。お、これ連結されてますよ、ランナー同士が。連結されてるからバラバラにならないんですね。あー、なるほど。こうやってちょっと揺らしたりしても全然バラバラにならない。壊れにくな。はっはっは、なるほど。ってことは工業地帯 D を買ってウキウキで帰っちゃっても大丈夫。その通りでございます。よくできてますね。はい、じゃあこちらが完成品です。はあ、すごいな。でこれ塗装してない状態ですもんね。すごいなこれ。でさらにすごいところがありまして、なんとですねこれ、ほらこれ伝わりますかね、これ繰り返してもバラバラしないんですよ、うん、でもこれ接着剤とか使ってないんですよ。これ部品同士のこのハマりがすごいっていう。手軽に組めていいですね。うん、本当に楽に気軽に組めるんで本当にいいですよね。なるほど。いやすごいな。現在好評発売中の工業地帯 D はプラムショップをはじめウェブショップなどでもご購入いただけます。ぜひその他の工業地帯シリーズと合わせてお楽しみください。ここまでご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは今後も情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録と通知のベルのクリックの方よろしくお願いいたします。高評価していただけたら我々が大変喜びます。それではお先に失礼します。お疲れ様でした。